皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスでございます。今日は1月11日、オートサロンの搬入を明日に控えております。というわけで、続々と、車完成してるんですけれども、今回大阪店の方から車が3台出店になります。でもちろん大阪からそのまま持ってこれないんで、一回ここの葛飾店、今日葛飾店に来てるんですけど、葛飾店に大阪からの3台が届いてるみたいなんで、それを事前にご紹介させていただきたいと思います。そしてニュースにもなった話題のローマが今ちょうど届いたということなんで、一緒に見に行きましょう。わっ、出てきた。これやらせじゃなくて、本当に僕らが今到着したら陸送会社さんが届きましたよって言うんで、僕も初めて見ます。あ、これはちょっとこっちに出店車両あるんですけど、これはちょっと後で触れましょう。うわ、やべえ、わわわわわわ、ご覧ください。 P1 トランスポートさんによって運ばれてきたこちらのフルマンスリーローマ、いつもありがとうございます動画撮ってるんですけど大丈夫ですか。こんな感じで完成しました。詳しいカスタマイズの内容に関してはまた別の動画でご紹介させていただけると思います。ちょっとサクサクっと、これやばいね。ローマ結構こう丸いボディかなと思ったら、マンソリーのパーツ結構シャープなんで全然シルエットが違う。すげえ。わ、しかもすごい車庫タン、ご覧ください。指ちょうど1本分ぐらいでしょうか。うわわわわわ、あ、本当に。なんとこれスペーサーまだ入れるみたいです。あ、確かに確かに、チューナーコンプリートって基本的にそのスペーサーで外出すセッティングなんですけど、良くも悪くもドイツのそのチューナーセッティングなんで、若干こう本当に若干引っ込み思案なんですよね。よくチューナーセッティングなんて言ったりしますけど、だこれをだからもうアメタンとか履かせてるぐらいのツラツラセッティングに、ボンドセッティングにし直す。え、できんのこれ。これスペーサー入れ直すってこと。マジか。あ、スペーサー入ってないじゃんこれ。あ、じゃあ入れるんだ。え、じゃあこのセッティングってこと、もともと。あ、そうなんだ。あー、なるほどね。キャンバーついちゃってってことか。あとはアライメントで起こしたりもできるんでしょうけど、それの調整値がずれちゃうんで多分そのまま出すんだと思います。そしてリアが335の2522。なんかタイヤの厚みもちょうどいい感じね。いや、これかっこいいな。これサイドのこのサイドスカートもでかすぎる気がするんですけど、これ降りるときプロテクション貼ってないよね。これ貼ってないんだまだ。これプロテクションもし組む方がいらっしゃるかどうか分かんないですけど、組むときはもう必須っすね。絶対ここ足引っ掛けちゃう。でこのサイドのこれも長っ、1メーターぐらいあるかな。確かにこうローマってこの丸いボディでこう後ろまでシュッてこうライン行ってるんで、そこにこうパーツがつくだけで全然サイドのシルエットも違って見えますよね。うわ、前やばっ。これ会場でもめっちゃ目立つね。すげえ。なんかちょっとこうクラシックな感じも感じるこのローマが、なんか急に現代的になったというか、改造車感バリバリ。これやばいね。で当然キャリペンも、これボディどうしようかな、されてますね。まずボディカラーも分かっておりません。私マンソリーロゴ黒で入れてて、いや、これかっこいいな。あ、でもボルトはなんかこれ担当の岡くんがダメ出ししました。なんでクロームやねんって言ってたんで、多分これも多分変わるんだと思います。確かにクロームパーツないからね。なんて言って会場でクロームボルトだったら笑っちゃうけど、多分変わると思います。え、これ中も結構かっこいいね。ベージュの内装で、ベージュっていうのかな、グレーっていうのかな、トルトラか、トルトラかな。うわ、えぐ。そしてですね、このマンソリーローマだけじゃないんです。なんと他にも大阪店から届いた2台と、もう1台葛飾店からの出店になる SVJ もあるみたいなんで、それも一緒に見に行きましょう。さあ続いてこちらが以前大阪店でご紹介させていただいた RS6 のこちらマンソリーですね。これもプチリメイクされて
まだないですね、はい、足元がプチリメイク予定らしいんで、これ間に合えば、でこれも明日の出店に向けて今仕上げ作業が進んでるみたいです。確かこれ普段乗られてるんだよね、なんすけどめちゃくちゃ綺麗、久しぶりに再開しました。これ PV も撮ってるんで、もしよかったら PV も見てみてください。これも目立つね、すげえ。久しぶりの再開ですよ。そしてですね、こちらご覧ください。これホイールはまだの方がいいかな、はい、会場で発表したいと思います。こちらの SVJ をなんと展示いたします。というわけでこちらホイールはまだ内緒です。あの会場で確認していただけるといいんじゃないかなと。ですね、新しいあの SVJ っていうかランボであんまり見ないタイプのホイール入ってます。そしてボンネットは 10CXT のボンネットはこんな感じ でこれ今回塗り分けしてるんでダクト風になってるんですけど、まあいろいろやりようはあると思います。まあ、ここボディ同色入れちゃってこうだけとかもできるんで、まあ、この辺なんかもアベンタカスタマイズ結構マストなんで、まあ、参考にしていただけるといいんじゃないかと。あと上のあのエアスクープも 10CXT のパーツなんで、この辺ももしよかったら会場で見てみてください。これもすごいね、ホイール、あ、エンジンかかった。さあそしてお待たせしました、葛飾店でご紹介する最後の車をご紹介します。こちらです、やってまいりました、ブラバスゴーストでございます。あの実はオートサロンの、まあ、ニュースというかトピックにも記事書かせていただいたんですけど、あれってあの公式の画像だったんで車黒だったんですけれども、なんと今回製作したのはボディカラー白でフル外装ブラバスでございます。というわけでブラバスのこの辺のパーツが、あ、これ塗り分けなんだ。あの6月かな5月かブラバスデイズで見た仕様とちょっと違う感じに取り付けられて、全然雰囲気違く仕上がっております。この辺とあとはご覧ください、もうドイツのチューナーコンプリートといえばエンブレムを全部チューナーのエンブレムに変えるということ でブラバスはあのメルセデスと違う、多分メルセデス以外ブランドに関してはこのタイプのエンブレムになると思うんですけども、これにしっかり交換されております。でこれでこれ前だけじゃないんですよ、当然横も全部後ろもやってあります。ご覧ください、やばい。これもうなんか僕ら5月に見てきたんでなんか見慣れちゃったんですけど、この B マークがロールスについてるって結構衝撃だと思うんですよね。え、全然そんなの知らなかったよっていう方も多分オーサロンでいらっしゃると思うんで、まあ、これはかなりインパクトがあるんじゃないかなと。ほんでサイズの方は265352か、なんでチューナーなんで、まあ、車高も多分今下がってないんじゃないかな、そんなに。そしてデズラもローマと同じくそんなにこうバチバチに出てるわけじゃないんですけど、まあ、純正から比べたらかなり出てるんで、やっぱり押し出し感は半端ないですね。そしてディッシュのホイールが似合う、かっこいいなこれ。そしてあ、横はこれホイールだけですよね、サイドはそうだないんですよね。そしてあ、そうそう、中も見てください、これ中も真っ白内装ということで、これめちゃくちゃかっこいいね。あ、黒白のツートンなんだ。だからリアのセンターのアームレストなんかは黒かったりとか、黒だよねこれ、紺じゃないよね、黒だよね。あ、コーチラインも黒だな、黒なんだね。じゃあもうちょうど黒白でまとめられた1台。そして後ろはこんな感じでトランクスポイラーとリアスポイラーがついてると。当然トランクスポイラーとリアバンパースポイラー、はい、すみません、ネイティブカメラマンに指摘されましたけど、はい、リアバンパースポイラーってことです。トランクスポイラーも当然ドライカーボンなんで、もうめちゃくちゃ目も綺麗だし、フィッティングもさすがでございます。そしてリアのエンブレムもしっかりブラバスになってて、これだから分かんないと思うんですよね。まあボンズジャンネル見てくださってる方だと、はいはいブラバス、あ、そうだよね、出してんだよねって方多いと思うんですけど、これ初見で見る方だと本当に意味が分かんなくなっちゃうと思うんですよね。だそのぐらいインパクトがある。でこのマフラーカッターも、あ、こっち艶消しなんだね、でこっち艶ありなんだ。であのこれ僕この間担当者から教えてもらったんですけど、どうもこのブラバスマフラー全部フルチタンなんですよ。でこれアクラポ製じゃねえかっていう話が、で僕らもあのブラバスデイズで原品見てきて、まあ、メーカーまで教えてもらえなかったんですけど、確かにこの辺のフランジとか溶接の仕方とかめちゃくちゃアクラボっぽいといえばっぽい。確かにこれちょっとあのブラバスの担当者
今年オートサロン来るらしいんで聞いてみたいと思います。多分教えてくれないと思いますけど。というわけでこんな感じで葛飾店に今日の時点で4台集合しております。であとは、埼玉のボンドの方に、まあ、2台あったりとか、東京店の方に車が出店予定のが3台かなあるみたいなんで、まあ、それが明日朝幕張メッセに向けて旅立ちます。はい、というわけで葛飾店からオートサロン直前の様子をお伝えしました。当日会場でボンドブースにお立ち寄りください。であとは SNS やってますんで、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、TikTok、 あ、 TikTok はやってないですね。インスタグラム、ツイッターよろしくお願いいたします。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。